誰もお前のバイクなんか見てねえよっていうね、はい、Ladies and gentlemen。 こんにちは。今日は天気がいいんですけど、めちゃくちゃ風が強いです。春真っ盛りっていう感じ、春風吹きまくりって感じなんですけれども、こんな日はですね、ツーリング出かけて高速なんか乗ろうもんなら風でバシバシ飛ばされちゃいますんで、おとなしく家にいようと。そしてどうせ家にいるなら商品レビューをやろうということで、早速やっていきたいと思います。はい、昨日ツーリングマップル2018を買いに行ったんですよ。そんな時みんな買うのはきっとタンクバッグ、マップケースかなと思うんですけど、そのね、タンクバッグも昨日一緒に買ってきまして、そのタンクバッグはね、非常に良かったので、これちょっとおすすめしたいなと思っております。こちらです。ダン、モトフィズのスマートタンクバッグ M です。これね、非常に良いです。その良さ早速お伝えしていきたいなと思ってるんですけど、はい、まあとってもシンプルなタンクバッグですよね。もう各部見ていきたいと思うんですけど、まあ、まずこの超強力磁石、このユニフレームの焚き火台ぐらいだったらもう磁力だけで持ち上がるぐらいね、めちゃくちゃ強力です、この磁石。これね、早速買ってきた時にスポーツスターのタンクにマウントして帰ってきたんですけど、これサイズ的にはね、もうスポーツスタータンクの人にはめちゃくちゃおすすめです。もうタンクバッグだったらこれ一択でいいんじゃないかと思う。まあ、とはいえね、他に同じようなサイズのものがデグナーとかヘンリービギンズとかからも出てたんですよ。やっぱね、このサイズめちゃくちゃいいです。5リットルぐらいのサイズなのかな。マジでね、このスポーツスタータンクはにはこのサイズがおすすめです。超ぴったりだった。もうね、この磁石で一回くっついたらもう全然剥がれないっていう安心感がかなり高かったですね。で、ここがなんかこうちょっと滑り止めみたいな生地になってて、でもね、ここ確か僕前にモトフィズのマップケース使ってたんですけど、これね、振動でこうやって擦れていくとちょっとタンクの塗装しらっちゃけてった気がしましたよ。でもまあなんかこれさらっと拭いてあげればコンパウンドで、ね、まあ、磨くだったりとかね。で、なんかここに砂鉄ついてここで引っ張ると擦れて傷になるとかっていうのもまあ見かけたり見聞きするんですけど、まあそんなね、大した傷、深い傷にはならないんで、これもコンパウンドで磨けば綺麗になります。まあこういうね、なんか社外品とか便利にしたいなと思うもんを一個でもプラスしようとしたら、まあバイクには負担はかかるっていうのはしょうがないのでね、割り切って使うのがベターかなと思います。で、この磁石で万が一剥がれたとしても、このベルトフレームに通しておいて、まあ、落下防止になるよっていう。まあ、これね、本当に使うか使わないかは、保険どこまでかけたいかっていうことになるかなと思うんですけど、まあ、今、付属品ということで一応つけてお見せしてますが。では、早速、このメインのポケットですね。よいしょ、この磁石強力すぎるな、これ。よっ。はい。で、ここ、中には、もちろんですけれども、ツーリングマップルがスパッと入りますね。はい、今日は秩父に行こう。秩父に行くときには秩父を開いて、よいしょ、でこうやって入ると。最近どっかの移動に関してはナビゲーションアプリの方がメインで活躍してるかと思うので、これはあれですよね、例えばツーリングキャンプに行ったら泊まったテントの中で明日はどこ行こうかなとかって、こうルートを決めると。で、ルートを決めたらこうメモ帳とかにですね、明日どこに行こうかなとかいうのをこう書いてって、こうタスクスケジュールを決めると。ここにね、仕切りがついてるんですけど、この仕切りでこう分かれるんで、ボールペンなんか入れて、でスケジュール書いて、ナビの設定を入れて、これで行くと。すっきりまとまってとてもいいなと思います。ここについてるこのスロット、このスロットはですね、まあ、充電のケーブルとか何でも通せるんですけど、こういうのね、そしたらここの間からこうぬるぬるっと通してあげて、でまあちょっとこれ今 iPhone ですけど、この iPhone ここに入れて、動画の音声録音しながら走ることもできますよと。これがね、すごい便利な機能だなと思ってます。でね、これ売ってる時とかだとここにマップル置いて、ここにiPhone みたいになってて、この下に入れちゃう人いるんですけど、ここだと見づらいとか、ここに入れたら地図見えないとか人いるんですけど、これね、ここですからね、ここにもう一枚このスリットが入ってるんですけど、このスリットに例えばこうやって地図が映ってる、この iPhone こうやってで入れて、でここでこう地図見れるよと。一応触れるんですよ、ほら、これ動いてるの分かるかな、こうやって触れながら移動できると。まあ、ただここにこのスリットあるじゃないですか、このスリットのところからね、充電しながら収納するってことはこれ多分無理だと思うんですよ。もうここがパツパツなんでね、このサイド。まあこれはなんかたまにチラッと見るぐらいのことになっちゃうかなとは思うんですけど、これかなりなんかシステマチックでスッキリしててかっこいいんじゃないかなと思いますけどね。この下の収納に行きたいと思います。ガバッ、これ今レインカバーが入ってます。はい、
こっから上からかけても、まあ、もちろん中身が見えるよっていうレインカバーなんですけど、サイズが変わるんですけど、そのサイズに変わってもちゃんと対応できるぐらい、こうかなり厚みのあるレインカバーですね。でまあ大体ここのメインの収納スペースに入れるもんって言ったら、まあこう財布、アクションカメラ、充電、メモリーカード系だったり、あとはもうタバコですよね。であとはもうこのグローブとか入れてもいいんですけど、まあ、例えば雨用のグローブはここ入れとくとか、そんなものでも、でまあ全然まだまだ余裕あるなっていう感じなんですよね。でまあ例えばこっち側のこれメッシュの方に、まあ例えばじゃあティッシュ入れとこうかなとか、あとはまあ車検証のコピーとか自賠責のコピーとか、こうやって必要なものもまああるかと思うので、これはねかなり収納力高いなと僕は感じました。そしてさらに売りの機能だと思うんですけど、このメインの収納場所のファスナーのこの下のファスナー、こいつをこうぐるっと開けるとですね、こうやってビヨーンと伸びるわけですよ。ビヨーンビヨーン、このビヨーンのおかげでね、かなり収納力が11リットルぐらいまで、普段5リットルぐらいとかだったかな、これが11リットルぐらいまで積載量、収納力を上げられるので、これツーリング先でねお土産増えちゃったなんていう時にもバッチリかなと。やっぱこういう細かいとこすごい気が利いてますよね。このゴム、このゴム紐何なんだっていう、こいつはね、はぁ、ツーリング先着いたな、よしご飯でも食べよう時のこれだそうですよ。これでこう外してお店に入ると、これねかなり便利な機能だなと思いました。例えばここに挟んじゃうよとか、この取っ手のとこに挟んじゃうよってことで、まあ別に代用はできるとは思うんですけど、でもね僕のこのナックルガードがついてるこういうグローブ、もっとシンプルなグローブ使ってる人だったらもう後ろのポケットに入るからそんなのいらないって人もいるかもしれないんですけど、こういうねちょっとガード類がついたやつだとね、ポケットに入れるともう鬱陶しいんですよね。ピュッと挟めるのは気の利いた機能だなと思いました。タンクバッグの磁石マウントのメリットは、ツーリング先に着いた、よしご飯食べようでパッとこうパッと持ち出せるっていうのがやっぱり最大のメリットかなと思うんですよね。今のあの吸盤式、吸盤式だとどうしても吸盤はあの付けたり貼ったりを繰り返せば繰り返すほど吸着力はどんどん弱まっていきますんで、その辺磁石だったらまあほぼ半永久的に使えるのが売りかなとは思います。いちいちねタンクつけるときにこうギュッギュッってあの吸盤押さなくてもいいし、置いたらピタッとくっついて、でこう焚き火台ぐらいならこうフラフラできるよっていう感じなんで、磁石マウントのこう利点かなと僕は思ってますね。でもね見た目もなんかちょっとかっこいいじゃないですか。これだったら見た目をやたら気にするハーレー乗りたちにも好かれるんじゃないかなと思います。ハーレー乗ってる人たちってね、なんかこういうツーリング用バッグだったりとか、この安全性が高いウェア、ギア類とかっていうのがね、なんかちょっと初心者っぽいだとか、なんかダサいって思う人ってね、僕なんかハーレー乗りには独特に多い気がしてるんですけど、やっぱねこういうものはいいものはいいですよ。使いやすいものは使いやすいんでね、ツーリング大好きハーレー乗りの人たちもぜひこういうのをね活用してもらいたいなと僕思いました。ツーリング大好きハーレー乗りの人だったら買うのかな、チョッパー乗りですね。やたらチョッパーの人たちね、なんか姿形にすげえうるさい人多いんで、ただやっぱり便利なものは便利だと。そんなね、タンクバッグタンクの上につけてんのがダセーとかね、俺のチョッパーバイクはそういうのが似合わねえとか言ってんの、お前のバイクかっこいいと思ってんのお前だけだからなっていう話なんですよね。結局ね、誰もお前のバイクなんか見てねえよっていうね。はい、快適に乗れるのがいいんじゃないかななんて最近僕は思ってますけれども、ハーレー乗りの皆さんいかがでしょうか。はい、というわけでモトフィズのスマートタンクバッグ M のご紹介でした。またお願いします。